ベッカ・スティーブンズはアメリカ合衆国のジャズ、ポップ、フォーク音楽のシンガーソングライターであり、ギタリストである。これまで彼女はピアニストのブラッド・メルドーやテイラー・エイグスティと共演してきたほか、グラミー賞を受賞したことがあるスナー・キー・パピーとも共演してきた。スティーブンズはアコーディオンとキーボードのリアム、ロビンソン、ベースのクリス・トルディーに、 ドラムとパーカッションのジョーダン・パールソンを擁するベッカ・スティーブンズバンドを率いる。スティーブンズはグレッチェン・パーラとおよびレベッカ・マーティンと共に3人組のグループティレリーの一人でもある。スティーブンズは故郷ノースカロライナ州の芸術大学でクラシックギターを専攻した後、ニューヨークにあるニュースクール大学のジャズコンテンポラリー音楽専攻に入学した。そこで彼女は ボーカルジャズと作曲で芸術学士の学位を取得した。現在スティーブンズはニューヨークに在住している。ジャズ歌手のカート・エリングは好きなジャズ歌手5人のうちの一人として彼女を挙げている。また音楽評論家のテッド・ジョイアは彼女のアルバム無重力を2011年の最高のアルバム100枚のうちの一つとしている。さらにジャズ評論家のナギラ・ミツタカもウェイトレスについて 僕は、ブラックラジオ Q の重要版だと断言するとしている。ありがとうございます。